ありがとう、ありがとう。プレゼントのやつだ。どっちどっち、え、これ当たったってこと。あ、皮膚の響き発し始めなかったよ。歯の響きが、歯の響き発し始めましたけど、ありがとう、今日もお話し会ありがとう。お、ほん、ありがとうじゃん。うん、ちょっといただくわ。あんま変わんないかな。そう、今日ね、いちご柄のお洋服ピーポーな女なんだ。ピーポーリーポー。見て、ここもね、つけたもん、ちゃんと今日。かわいい。かわいい。ハマちゃん。ハマちゃんって言われてんの、死ぬ。ハマちゃんじゃないんだけど。ハマちゃんだけど。こんちゃ。もう、ウェイヨー禁止って言われたから。ありがとう。ごめん、忘れてた。禁止って言われちゃったから、普通に。お祝いしたかった。ゆきみつさんプレゼント、ひでたらさん決勝ありがとう、ぴょんぴょん、アイラブありがとう。そう、次期会の時に着てた服、かわチーズ、ひちえさんかわいい、ありがとう。下はね、バリね、ジーンズなんだけど。え、おきちゃんさんがひーちゃんのことパリピって言ったって思ってたらマイキューさんだったって。どちらにせよパリピだと思われちゃう。ちゃいますよ、マイキューさんから言われたんだよね、この間。気まずくなりに来ました。もうじゃあ気まずいよ。今日の説、エリカワシ、え、そうでしょ。ナズンさん、ハート、そうなの。響きもお気に入り。キムキさん結婚してありがとう、契約違反の。あ、危ね、危ね、ちょっと危ね。チューチューさん、ヒデ太郎さん、プレゼントありがとう。エリスガガさん、ジジありがとう。なんか聞かれた？あ、聞かれてない。なんで？いちごの、いちごが見えてる。ほら、いちご、いちごが、いちご来てます。キムキさん、キッソ、ありがとう。今日の服ね、お気に入りなんだ。お気に入りなんだよね、見せたかったんだが。見て、このさ、見せれないけどさ。この待って、どういうこと本当に。このズボン見せたくてさ、今日のね、今日の格好ね、お気に入りなの、まあまあ。禁止？どういうこと？今日はね、これね、あ、ひーちゃんとか言った。ユニクロのね、なんか安くなってたピンクのシャツにね、ユニクロじゃなくて自由のね、なんか似てないこの後ろと。確かにちょっとこのセーターお気に入りです。で、この下がね、ジーパンなんだけど、このジーパンお気に入りな。これいつかのお話し会につけるね。全身撮りたかったんだけどさ、撮れなかった、今日忙しすぎて。声好き、止まるの、止まんない。カブさん、ラビュー、ラビュー、イリバスさん、え、イチゴの声かわいい。え、ありがとう。ありがとう、ありがとう。トモカズさん、ハート、ありがとう。おなみちやめない、浜田さん、ごめん、もうおなみちやめるもん。あの、トモちゃんさん、こんばん。カブさん、ハート、ありがとう。今日ギャルかな、いや、それな、今日ギャルじゃないんですよね、いつもギャルじゃないけど。ナブさん、ハート、ありがとう。あー、ねえ、いちご、今日響きメイク違うの分かる？分かんないよね。分かる、分かんないくせにさ。あ、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 どおいおい、ちょっと待って。あ、何かが生えちゃう。 いいね、ありがとう。なんか生えさせられた、いちごに。こんばんは。あら、次のせいさん、結婚してありがとう、契約違反なので無理です。こんばんは。契約違反、おもろ。カメちゃん、見て見て、なんかイチゴに作られたね。前髪切った、よう分かったね、結構前だけど。見方可愛いでしょ。こんばんは、古い。可愛いんだよね、今日本当にいい感じ。最近ハマってる、集めよう。あ、ゆういちくん、ありがとう、ありがとう。カバンもね、プレゼントありがとう、今日来てくれて嬉しかったよ。なんかオンラインでいちご味食べた、緊張するからあんまりうまく喋れなかったけど、来てくれてありがとう。プロイ、ひーちゃん毎日変化違うね、だって、うん、いいことじゃん。いいことやで。いや、それな、私も思うわ。ごしょ、これめっちゃいい、これ大好き、大好き、好き。ビそうだよ、ヒータンと間違えてさ、めっちゃ笑ってたよ、巻き髪。ヒータンと間違えるな。ヒーちゃんだ。そう、ヒータンに髪の毛巻いてもらうんだ。そう、マジでさせてね。え、私次決まってる、髪の毛決まってんだから。ヒーちゃんに次ね、私イチゴをね、ハーフツインにして巻いてちょっとやる。
ので、メイクも次やるからよろしく。怖い、なんか優しいです。よろしく。全部いちごをプロデュースしたいのでさせていただきます。なんかさ、熱くね、うん、熱い。響きもね、さっきからちょっと思ってたやつ、熱いなーと思いながら。熱いよ、熱いんですよ。どんな体勢、こんな体勢、天才でしょ、かわいいよね。いっぱい喋ったんだ。今日のメイクも好き、ありがとう。なんか話すの好きやなって思った。薄め、今日のメイク。いちごいちごに侵食されてる。ゆうなんか嫉妬するよ。そうよね、うん、大丈夫大丈夫。最近ね、ゆうな言わなくなってきたから。らしいよ。それで響きが次最近言うようになってきた。逆に、うん、言ってあげてる。いいね。うん、ちょっと一日だけだったけどね。間違えた。ズボンの見せ方もろ。そうじゃん。いちごみかんにハマったら。見て、なにこれ。え、プレゼントのやつでしょ。なんか当たりとか外れとかあるみたい。はあ。当たったらなんかその当たった人がなんかもらえるらしい。え、私にちょうだい。嬉しいな。見て、みかんさん。嬉しみ、嬉しみの舞です。みかんさん、ちっちゃいみかんですね。ひらさん、決勝ありがとう。これゆいのにもらった。いつかの毎週思い出して、それな、やってたわ。ひーちゃんちやキャナミ、決勝ありがとう。ヘアメイクさん、ここいちごんち隣の人に撮ってもらって。巻き髪のサイドポニー、それもう趣味やん。巻き髪のサイドポニーできないでしょ、いちごの髪の長さは。できないわ。できないよ、もう赤ちゃんみたいになっちゃうから。それ今日先輩と話したり、写真撮ってないよ。あ、でもサラ、シンサーさんと喋ってたけど。ありがとう。私ね、なんか雪の化粧ありがとう。人は最近先輩に話しかける勇気がないんだよね。はい、いつもじゃん。まひなさんとお疲れ様ですって。まひなさんと目合ったから別にいいもん。今日はもうニヤニヤしてましたね。くるさんを取り合ってるライバル。いや確かに、いや取り合ってるとかじゃなくて、勝手に怒られてるんですよ。響き、喋っ、くるさんと喋ったら、くるさんが好きやん。ありがとう。くるさんは私のこと好きじゃないんだよ。で、配信見たら日向坂あたりにいる子かと思いましたって。お、褒め言葉か。褒め言葉だよ。 ありがとう。服の色も日向坂って。確かに日向坂になりたいって。ごめんちゃん、ゆうべき食べた、ね、食べた、美味しかった。美味しかったね。ボリボリ食べましょう。メイク変えたって言った後に食ったりし、ガシャガシャのペンライト普通に忘れてて気まずいとなった。今日言われて思い出した。ちょっと、あ、言われてたまげて、おべっちゃう。何それ。なんか悪くない？聞いたこともなくておもろい。マジか。ひーちゃんの配信見に行ったら、いや、だってなんか音がさ、推しの配信ちっちゃいでしょ。うんうん。え、そう、いちごニットなの。うんうん。こっちなんてるよ、響きだよ。その画面を助け、ありがとう。ホーリューさん、ありがとう。みぎさん、こんにちは。自称ギャル、ちゃん。ひーちゃんの声、橋本環奈さんに似てる。絶対そうだよね、それは。え、でもちょっとわかるかも。ハスキーになったからでしょ、多分。本当の声じゃないってこと？もう最近自分の声これじゃねえとか思ってきちゃったわ。逆にね。絶対違うけど。声変化した。そう。ミカに改名。そう。み、み、見て見て見て、いちごがね、ライトにしなとか言って。雲のライト。赤さん。変わる？可愛い？全然変わんなかった。おどラーメンじゃないよ。あ、おのみちラーメン。おのみちラーメン。わかる？出るね。あのさ、もういいよー、もういいよー、めっちゃいつい、イエーイ、ピクミンみたいな。このコンプこれ当たったんか忘れたんかよう分からない。みーちゃんの頃メイクちゃう、ちゃうよ。ありがとう。違う、薄いだけ。薄いだけだよ。聞いて、今日ね、3期しかいないと思ってね、鏡の前でね、おしみさん、マピュー、ね、ガチさん、ありがとう、ピクミン、ね、ピクミン見られて気まず、恥ずかしかった、本当にピクミン超恥ずかしかったんだけど。でプレゼントありがとう。話したんだけど、もう恥ずかしいねとかだった。寝ないで、応援してくれて、寝ないで。リカさん、かわいい、ありがとう。しのまさきさんのビュー、なんか入ってますよ、入ってますね。おきさん、入っちゃった。なんか入ってますね。ごめん、今日は嫌なのに結婚しなげたから自粛する。そうしな、今日行けなくてごめんね。いいんだよ。いちごがギャルだったらみんなギャルやねえけ。そうだよ。え、待って、どういうこと？北沢ギャルだわ。いや、プレゼントありがとう。渋谷の団長さん、プレゼントありがとう。こちらこそありがとう。ゆうきは面白かった。ほんまに言ってる？ゆうちこほんまに言ってる？
日々今日はちょっと自分発揮できなくてちょっと悔しいんだよね。準備届いたのいいです。イエスさん、お疲れありがとう。今日もたくさん来てくれて嬉しかったよ。その推しがピースとか言ってるのは見られなかったけど、めっちゃワンドトルチショーギャルさん違うんでしょ。ゼットでしたよ普通に。ピョンピョン、アイラビュー、ありがとう。あれそんな見られて本当に恥ずかしかった。明日から寒くなるから大丈夫です。スウェーター、ナイスオーサンキュー、サンキュー。シカムさん、ドラマありがとう。え、明日から寒くなる。え、なんか寒波来るみたいな認知。そうで、みゆこも鏡の前でお話し家の練習してた。おもろたまゆきさん、山梨基準の時ある。自分が雪の下車ありがとう。つなめさんありがとう。ありがとう。こんばんは。雪だるまありがとう。土日の夕方歌唱力の話が高いって。いいよ、わなぎ。いや、20% 走りに出ますからねって。あ、そういうこと。来年のね、これなんて読むの。来年の何これ。えとは何でしょう。えとって何。え、何年みたいな。あ、トラとか、うん、あ、はい、こんばんは。ちょっとわかんないっすね。なんなん。牛は去年か。今なんだ。私トラと羊しか知らない。あ、待って、羊多分。トラ、羊、ねえ、た、サル、牛、トラ、タツミ、ウマ、羊、わかんないよ。じゃあ可愛い。ありがとう。ヒーがお世話、ヒーのごめん、逆にお世話してもらってるのであるけど。猫かな。うん、猫だよね。猫絶対猫だと思ったよ。ブーストメダルって何。プレゼントなんだけど、当たら、当たらんなの。ポケモン好きよ、可愛いから。ドゥイさん、本当にありがとう。ミュウポン、フーヒーターにいじられて怒ってた。かわいそう。カイワレ大根育ててる。育ててないよ、これ。イチゴがね、勝手に上に置いた。何これ。プレゼント口、大当たりが、ツリーメダルが生まれます。ツリーメダルいる、それ。ツってことは、リュウ。ツリーメダルって何。わかんない。ユウナがヒーちゃんの巻き髪ずっと喜んでる。本当に。ねえ、絶対嘘だよね。ユウナがね、響きが巻いた巻き髪ずっと喜んでるって。あの子嫌がってたよね、めっちゃ、うん、もう嫌だ。でも鏡見たらうんっていう、ちょっと喜んでる、ちょっと喜んでたけど、あの時前髪が嫌がってたよね。あの時前髪がさ、不調だったんだよね、うん、そういうことだよね。今度そしてね、え、あらさ、見たよ、あれ、アマゾンの画面。エマーティーたようにさ、ありがとう、雪の結社、ほゆさん、本当にありがとう。さみよ、モテモテくるくるさん、え、響きがモテモテなんじゃないの。違うから。あれ違うから。え、でもくるくるさんモテモテで。うまきさん、うん、雪だるまありがとう。ひろしさん、はったありがとう。今日のひーちゃん、学校で授業受けてそうな感じもする。そう、授業受けてます。1つしかない。はい、先生。え、ひーちゃんってちょっとなんていうか、あれなん、わら。なんやねん、あれなん。あれなん、言うなん。バカなんてことやな。あ、あれなん、言うなん。あれなん、言うなん。もう一個の方は言えないからね、阪神では。レイさん、ハッタありがとう。え、これタツだっけ。ゆきひらさん、プレゼントありがとう。ドラゴンだよね。わかんないかも。ふかのかわいこちゃん、ハッタ作って。おい、ね、汚いな、ちょっとハートが汚いよ、君ハートが汚い。え、待って、今言うなみたいだったかも。可愛くないポケモン。ちょっと面白いですね。例えば、ハートありがとうとかも伝えてます。ひろしさん、ハートありがとう。リーチのひーちゃんに切ってもらって感想を何回も伝えてる。いや、そう、前髪よな。そう、もうね、1日に4回言われまして、ひーちゃんから前髪切ってもらって、めっちゃいい感じなのって可愛いですよね、本当に。ね、美容師としていいことや。そうよ、ちょっと美容師になろうかなと思っちゃってる。それな、2つしかないのもイベントとかで投げてポイントが一番しないで、一番ね、ゴーゴティーソファ。いや、それな、このソファめっちゃいいよな。うさぎ年に両面少な。マジで本当にソファ買おうって思ってる。ひーちゃん、この時間まで元気とか憧れる。やっぱ憧れられてるよ。ありがとう、憧ってくれて。大好き。生きじゃないよ、これセーターで。スキピ。ケンタッキー食べた、食べたよ。あれ、美味しいだった。美味しいだ。これ、このクッション、今ぺっちゃんこにしちゃった。いちごのクッション。これでもレモンらしいけど、めっちゃ梨みたいで。これいちご。レゴ。リンゴだった。
キュウさん結婚した、ありがとう、契約違反なので。くなぁ、なんか言ってたケンタッキーのこと。いや、特にはいるよ。ガラポン、ありがとう。ひろしさん、ハートありがとう。ヒータおやすみじゃない、ヒーちゃんでしょ。アイスラビュー、グリオさんラビュー、トマンキさん、コマンありがとう。ハスキーに聞き慣れてきて、いや、それな。グリオさん来ますって言って。キュウくらいらんやろ、いやだ。配信始まってすぐメイク変えたってコメントしてます。え、ほんとに、え、じゃあ天才じゃん、猫。そういうとこあるよな。天才じゃないか、君たち。ならないよね。エビちゃん式みや、術式、おい。え、見ようよ。え、何を、術回戦見ようよ。私さ、2期、うん、2シーズンから見てないんですよね、ちょっと。じゃあ1話には見てないんです。アニメ見てないけど、2話からぐらいか、漫画見たから知ってるみたいな。え、ちょっと見ようよ、見ようよ。ちょっと一人じゃ見れないんだよね、怖くて。うん、ちょっと怖くて。え、1シーズンは全部見たんよ、一人でも見れたけど、うんうん、なんか久々に見ると怖く感じてきて、うんうん、そうそう。でも私も最初の数話を見たけど、ね、もする数話1は見たんですよ。見たんだ。お、乃木おたの子が響き可愛いってさ、だって。本当にレピーじゃん。そのさ、落語家さんのやつめっちゃすごかった。そう、待って、今の顔キモかったよね。見せちゃう、見されました。シティさんもいいよ、ひーちゃん、しばらくの間ラビュー、ラビュー。15メートル、おー、でかいな。なんか今日の話がいつもよりおとなしく感じた気のせい。待って、それな、響きもそうだったんだよね。そう、今日の話かいさ、めっちゃおとなしかったんだよ、響き。多分そう、そう、響きだけね、なんか隔離されて、そう、なんかさ、3期がめっちゃ違うところに集まってんのに、響きだけ全然違う先輩たちルームに入れられちゃって、ちょっと大きな声で喋るの気まずくて。わかる、あれ気まずい、気まずいよね。そう、ちょっと気まずくて、そう、それでちょっとおとなしめになっちゃった。ひーちゃんに、ひーちゃんにガラポン当ててもらったんだって。え、誰誰、名前は、え、遅刻極楽丸さん、くるさんのファンの方。あ、はい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 、え、覚えてますわ。何がチェキ、動画チェキじゃね、チェキか、すごい。あ、わからん、私が欲しいの金かな。何、私、金か青だよね。いや、どっちかな。私のチェキ選んだ人誰もいないから、あんまチェキもうゴミにされたんで。いや、それの響きもらいたかったんだけど、ちゃうんだけどね。でもね、1枚取ってくれた、猫が取ってくれた。うん、あー、そういうことか。そう、響きが当てて、いい、ね、そう、天才じゃん、響き。よし、サナピュースコブ言ってるわ、ひすってるわ。うん、変えられない、ね、今日もめっちゃ寒かったけど、明日もっと寒いの、寒いんじゃない。よし、さかまーん、かわいいって、ありがとう、かわいい。ほゆうさん、ありがとう。江戸なりはくさん、え、らしいね。ひーちゃん、ありがとう。ひーちゃん、漢字苦手、苦手ですよ。ティーチーさん、ヨウちゃんあるの。高松愛ちゃんさん、ジジありがとう。ねえ、したら歌ちみ、今七サル鳥犬。キトさん、そもそもおかしいんだよね、だから。ジジありがとう。これで全部って。猫はいないよって、猫いないか。めっちゃ欲しい。さすがに。うん、下手くそな猫になってるじゃん。ねえ、このサンタのさ、まずいね、このなんだっけ。クリスマスのやつさ、と達成したいんだけど、めっちゃ。ひーちゃんのチェキ言ってたもんね。え？え、その方なんじゃないの？私の次に当たった人、熱かかってひーちゃんのチェキでって言ってたって。え、絶対違うよ。え？え？だって響きのチェキしてくれたの猫ぐらいだったよ、多分。猫響きのファンだよ。あ、ね、リサ子。多分。今日配信したのと。ユウナいつも前髪必要だから助けてあげて。ユウナの前髪必要な時あんま見ないけどね。また持ってきた。うん、うん、いいよ、カズポさん、ラビュー。カズポさん、ありがとう。シャツ可愛いだったよね。可愛いでしょ。今クリコのスタンディング買った、やったね。え、うん、販売中か、やった。今日メイクマジで薄め。クリコのね、セトリめっちゃいいよ、めっ
っちゃいいからよろしく。楽しいよ ね、 ね、忙しいけどね、うん、やってる側はちょっともうねおーおーってなるけど結構体力がやばいですよね。もうさ、うん、頑張ろうっていう感じだよね、うん、うん、頑張ろうねみたいな感じの瀬取りですね。結構休むのないですよね。だから、まあ、楽しみにしとってやってね。一個ぐらいしかないんじゃない休むの。あ、そう、じゃない、ちょっと20分に無理な気がしてるけど頑張りやん。北崎もそれ言いそうになって危なかったんだよ本当に。あ、ね、いちごからのやつ見たかも。まあ、髪で悩んでた。綺麗な私しか。あ、動画か。来年の話し会の日に、いちごさんの巻き髪。いや、お話し会の日はね、あの巻き髪できないんですよ。クレさんのこの世で私しか持ってない写真持ってるもん。今日ね、さっきラビュー、今日クレさんのファンの方に自慢したんだ、見ていいっつって。いや、おもろ。いいでしょっつって。え、今日で300回信のはず、ね、リコイクありがとう。誰のうちを持つんやが。言ってたよね猫。え、今日で300だった。ウルピーマン1月8日出ないんですよ。そう、ね、1月8日ひーちゃん頑張ってね、2公演で。そうだよ。びっくりしたよね。普通にびっくりしたんだけど、ゆき意外だった。うん、普通に昼夜どっちか、まあ A と B でね、分かれると思ったよね。そしたら違った。ね、こういう感じって楽しみしとって。違いました。サンタ衣装、でも衣装わかんない。確かに衣装ね、わかんないね。わかんないよね。早く言ってよ、早く言ってよって感じだよね。ツイートしたみーちゃん。おー、結婚楽しみ。やった猫、結婚してありがとう。見る、ありがとう。見る、ね、結婚しないけどね。結婚なんてしてあげないんだからね。楽しかった。調子の悪い基準がわかんない。あ、ういう、よかった。楽しかったならばよかっただよ。よかったよ。マウント取ったでしょ、シンプルにこうやって見せて。領域展開、あ、いいでしょ。今お腹鳴った？鳴ってないよ。領域展開したから。領域展開、領域展開。え、確かに出ないならさ、ユーナーも祇園コンサート絶対行けたの。待って、渡辺さん、ラビュー、チェリーボーイさん、アイラビュー。京都、まだ売ってる説あるよね。ひーちゃんと話したかった。来年たくさん話す、たくさん話そうね。しょんちゃんもいいよ、悲しいよね。聞いて寝てね。悲しいよね。私もちょっと見たんだよね、あの、なんで漫画を。お仕事してたの今日。話しかでメイクのこと触れようとしたけど、お姉様トークで時間過ぎました。いい、それな、それのお姉様トークでね、五条が封印、ね、そう、五条が封印されたの私知ってるんですよ。そう、見ました。そこ本当にごめん、ごめん北沢さ、それさ、うん、リエツともその話してさ、うん、ネタバレしないとほしい人だよね。いや、ネタバレしてほしいかも。あ、いいんだ。うん。その後さ、でもさ、封印さ解かれるよねとか言っちゃってさ、リーチそこまで見てなくて、うん、ひーちゃん見てないやろ。いや、知ってるんですよ、私も。知ってるんや、よかった。封印解かれ、どういうこと。だってまずさ、封印解かれないと思んなくない。うん、解かる。まずまず鬱になったら、うん、って感じ。あ、はよ。いや、私五条悟浪士なんですよ、普通に考えても、うん、なるほどね。そう、なので絶対に封印解けと思いながら泣きながら見てました、そこだけ。そこしか見てないのに。最近だよね、それ。はい、なんか回ってきたんでちょっと見てみましたよ。あ、動画見た。そう、繋いでた。記憶いなかったんだけど。パあ、七なぜ土ってくるさ、ラピュー、しょうちゃん、くまりがとう。そう、したよかった。うん、静かだった。そうだったんだよね。マウント、マウントや。さあ、STさん、今日から発売プレゼントありがとう。一気抜けちゃありがとう。テンス高いやろ。この前、イキリカちゃんさんの頼みいた時といい、いい参加しにくい環境だ。どういうこと、どういうこと。うんうん、こんばんは。ね、髪伸びたい。参加してぃさん、ありがとう。息抜けし、やーひー、やーすー、ほんとありがとう。あ、同じ内容なんだ。行きたいね。ダメなんだろうな。しりさん、やーほー、しりさん、ありがとう。今日みんな誰と対戦したん。いいな、北沢も。しおりさん、ありがとう。雪の結晶、おー、また当たってんの、すごっ。え、それ当たるからさ、天才当たったルールの人見たことないね。え、2回鳴ったよ、今日初めてだけど。うん、いい、うん、いいんじゃない。響きの運なくなっちゃうかも。私ね、ありがとうじゃん。しおりさん、ありがとう。雪の結晶、ほゆうさん、雪の結晶、ありがとう。
いつも違う可愛さがある。みんなと同じ。あれね、引いた。嬉しい。名前バレバレだよ。あ、何ツンさんと当たった。いちごちゃん、クリコン、楽しみしますね。おい響きに言えよ。おい猫、みさこの配信さ、ツンさんいた。シャンちゃん、ハートありがとう。なんとかベースごじゃん。シャンちゃん、ありがとう。シャリさん、ありがとう。休み暇がないってネット客少ないの。さあどうでしょう。それはちょっとわかんないよね。ちょっと強いよね。ねえ、本当にしおりさん、ありがとう。サラピさん、サラピさんも当たった。ありがとう。雪の結晶、ね、イベントやってるから。シャワーブラシ使い始めた。髪の太さが戻ってきた。え、太さとかあるのそれ。コージマリさん、ナビゲ、ひーちゃんが大好きでしたわ。やめて。え、したいよ、ね、大好きですって言って。楽しいよね、そういうの。そういうの。お、広島いないの。雪休みでちょっといい。今日は珍しい。そうなの、いつも誰でやってるってこと。つなめやさん、え、昼より申し込みました。ありがとうじゃん。昼より来て、みんな絶対来て。激しい、ね、絶対に来て。今日配信でユーナ、ひーちゃんに会いたがってたよ。だって、こういうよ。ちょっとユーナ呼び出そうや。ユーナおいで。ユーナおいで。誕生日おめでとうございます。言わせて。え、言ってたよ。行けなきゃし、ありがとう。絶対言ってたよ。両方見れるからラッキーと思ってた。早とちやろうぜ。え、待って、私も呼んでってこと。同じこと思ってました。どうしようかな。同じこと思ってましたよ。私もA も B も、ね、あると思ってましたんですよ。今日の日イケメンの響き、もしかしてだけど今日イケメン違うみたい。今日あえてひーちゃんの相方に結婚して。え、どういうこと。投げたの。ダメでしょ。あ、57分ですって。漫画見てないよ。ありがとうございます。ご乗ストルです。ありがとうございます。佐藤さん、え、これ当たるとかじゃないやつか。ありがとう佐藤さん、ありがとう、ありがとう。プレゼントありがとう。栃木の通さん、ありがとう。リースガガさん、13位が1号さん、近くに先輩いるとき名前呼ばれたりとかすると。10位が高松大長さん、9位が夏の子さん、8位が秀太郎さん、7位が大地さん、6位がくまさん、5位が力犬さん、あ、そういうこと。がかべちゃんさん、ありがとう。 STA さん、ありがとう。外れたって。ありがとう。ではね、13位から13位ゆいちさん、12位そんちゃん、11位猫、10位ひろしさん、9位シェリーボーヤさん、8位エモーティティオエヌさん、7位オグリンさん、6位ユイチユイチくん、5位フォーユーさん、4位ハデッチ、3位エステイヒさん、2位サトさん、1位ツマモヤさんです。ありがとうございました。頑張るクリコン、ありがとうございました。ありがとう。カランさんって読むのがこれちゃうな。こんにちは、ありがとうございました。皆さん来てくれて、このあと体育館裏で言うの、え、体育館の出口大好きですねって。またひーちゃんでしょ。あの、ごめん、ありがとうございました。みんなありがとうね。ありがとうございました。お、うささん、いつものビラーボール、ありがとう。だーい、あ、ね、縮小しよう。え、いいよ、ちょっとひーちゃんで行く。たんちゃん、イエーイ、おやすみんゴリラ、ひーちゃん映ってや、おやすみん、おやすみん、バイバイ、バイバーイ、さーちゃん、バイバーイ、じゃん、ひひじひとひひと、おやすみんじゃん、おやすみぴー、みっぴぴぴー、バイバーイ。え、待って、草生えてる。これは私が生やした。生やされました。ありがとう。バイバーイ。お疲れ。え、いつごから探して見つけたら報告してや。バイバーイ。ありがとう。バイバイ。おやすみ。来てくれてありがとうね。コーヒーちゃんに生やさせたから私が。待って、映ってて草。草が映ってるってこと。映ってましたね。バイバーイ。おやすみ。おやすみ。著作権発生しちゃうミッフィーの。いや、さっき私おやすみんゴリラとか言ってたから。そうそう、ゴリラの著作権が終わらんくて気まぜっと。そうみでそう。私今日くしゃみ6回出ました。バイバーイ。バイバーイ。おやすみ。バイバイ。こんばんは、おやすみなさーい。あ、消えた。